はい、こんにちは。今回なんですけれども、ピクミンブルーム1周年記念のねグッズがローソンから届いたんで、こちらをちょっと開けていこうかなと思います。こちらのグッズが何なのかと言いますと、ですね、ピクミンブルーム1周年記念イベント、あのローソンの例のイベントあったの覚えてますでしょうか。そちらのイベントでロッピや HMV 限定で購入することができたピクミンブルームの1周年記念グッズですね。それがねようやくこの2月になって届いたんですよ。だからね、ぶっちゃけね、もう忘れてたんですよね、この1周年記念イベントのグッズのことをね。急にそのメールが来て、なんだろうと思ったら、1周年記念イベントのグッズが発送されましたっていう連絡が来て、すっごいびっくりしたのを覚えております。で、あの1個は、今言ったようにその HMV からその購入して、でもう一個はロッピのその店頭受け取りで購入をしました。この商品がね店に届いてから1週間以内にねその該当のローソンに行かなくちゃいけなくて、まあそれがまずあるのと、で今回そのミスしたというか、地元のローソンじゃなくてその職場の方にあるローソン、そっちでねその注文しちゃったからね、めちゃくちゃそのわざわざその職場の方まで行って、そのローソンまでね荷物を受け取りに行くというハメになりました。だからロッピーでそのローソンの店頭受け取りをしたい方だったら、地元のローソンとかがやっぱいいんじゃないかなと思います。ちなみにグッズはなんだっけ、ポーチとなんだっけ、ステンレスボトルだったかな、おそらくその2つが入ってるんだけれども、なんかもうこの段階ででかすぎない箱、何これ、こんなでかいポーチってこと、いやそんなわけないですよね、だって箱はすごい軽いんですもん。中身がすっからかんってことなのかな。早速開けていきます。で伝票とかも全部剥がしちゃったから、どっちがステンレスボトルでどっちがポーチなのかちょっとわかんないですね。開けてからのお楽しみかな、これは。よし、さあオープン。おお、わ、この形状はもしや、これはステンレスボトルじゃない、これなんか貼り付いてんだ。すごい、梱包はめちゃくちゃしっかりしてますね。木目調サーモステンレスボトルということで、あ、そうだそうだそうだ、こういうのだった。このわかるかな、この見てください、きた、上の部分がね木目調になってるステンレスボトルでございます。うわ、これはいいね。でこの1周年記念のロゴが入っております。ピクミンのグッズってまあ結構あるんですけれども、ピクミンブルームのグッズってあんまりないんですよね。だからねこれはもうぜひとも欲しいと思ってね購入したんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。すごい、これ木の部分が本物の木みたいですね。いいね、高級感が非常にあります。早速開けていきますか。容量自体は 300ml なんで、まあ、ちょっとしたその飲み物とかを入れるときに使えるのかなと思います。これはプリントなのかな、ちょっとこのピクミンの部分が若干浮き出てるんですよ、多分プリントなんだと思う。で1周年記念のロゴがついているということで、いやこんなのもったいなくてその使えないですよね。いやーこれ普段使いはちょっともったいないな、いくらなんでも。どうしましょうね。すごくね、可愛いというか、クオリティが高いボトルだから。いや、これはもうちょっと飾っておこうかな、使わずに。こっちはもう確定で、ポーチですね。現物をね、まだ見れてないから、楽しみだな。さあ、開けていきますか。オープン。オープン。おお、待って、ポーチ結構でかくない、これ。ポーチでかいぞ。なんか梱包がガチすぎてびっくりしちゃった。すっごいガチガチの梱包で、もうアマゾンばっかり利用してる自分からしたら結構信じられないですね。このありがたいというか、ここまで丁寧な梱包はなかなかないよ。レザースタイルマルチケースという名前の商品となっております。あ、こういうものを入れるイメージで作られてるんですね。イヤホン、充電ケーブル、パスポート、 AC アダプター、バッテリー、 A6 サイズのノートが入るぐらいのサイズ感ということで、早速開けていきましょうか。さあ行きますよ、3、2、1、ドーン。おー、きたー、これ
どうですか皆さん、来ましたよ。こっちのポーチの方はね、すべてのピクミン、7種類のピクミンが揃っております。うわ、これはいいね。で、反対側には1周年記念のロゴと、早速これビニールに入ってるからちょっと開けていきましょうか。じゃーん、めちゃくちゃ可愛い。そして高級感がありますね。なんていうんだろう、これ合皮っていうのかな。ちょっと触った感じ、革素材っぽいですね。さあ、早速中身を見ていきたいんだけれども、どんな感じの大きさなんだろう。あ、結構でかいね。わあ、このしかもポケットがたくさんあるから、本当にいろんなものをマルチで入れられそうな感じがしますね。で、外側が結構固めだな。外側が硬いから、例えばなんだろう、その精密機器系のものも入れても全然良さそうですね。はあ、すごいね。その頑丈に作られてるというか、いわゆる柔らかい系のポーチじゃないんですよ。そのちょっと固めに作られてるから、そのこれがね、その折れたりしたら困るとか、汚れたりしたら困るとか、まあ、そういったものをね、入れるのにも非常に役立つかなと思います。かなりね、丈夫に荷物をね、守ってくれると思いますよ、このポーチで。いいもん買っちゃったわ、これ。こちら僕が普段使いしている、ちょっともうボロボロなんだけれども、普段使いしているアンカーのモバイルバッテリーですね。ツイッターでは散々そのこれおすすめだよって宣伝してるいつものあれです。このモバイルバッテリーぐらいのサイズだったら、そして楽勝で入りますね。いや、むしろ余っちゃう、これ。ちょっと余るぐらいの、いつも使ってるモバイルバッテリーだったら全然余裕があるぐらいですね。うん、閉じれるし。こっちはね、その旅行の時に必ず持っていくモバイルバッテリー兼 AC アダプターの、まあ、そういったねグッズとなっているんですけれども、これ結構大きいんですけれども、あ、これも全然余裕入るね。まあ、ただ自分の使い方だったら、そうですね、これ旅行用にマイクロ SD というものがまあたくさん持っていくんですけれども、旅行先にね、まあ、こういったもの、こういったその細かいガジェット用品をまとめてその入れておくみたいな、まあそういった感じの使い方、ほら、ぴったりサイズ。この小さいポケットもなるべく活かしたいから、まあ、結構その旅行先とかでね、まあいろいろ細かいガジェット用品持ってはいくんですけれども、まあ、そういったガジェット用品を入れておくためのポーチとして使っていこうかなと思います。いや、これはまあこれだけポケットがあるから、なんかベストな使い方がもっとありそうですね。いろいろこのポーチのその最も良い使い方っていうのをちょっと探していきたいですね。今回はですね、こちらの1周年記念グッズのマルチポーチとステンレスボトル紹介させていただきました。購入してないのにまだ受け取っていない方がいたらね、なるべく早めに受け取りに行ってください。こちらのね、引き換え期間は1週間しかないんで、そこだけお気をつけください。それではありがとうございました。